ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、古江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。腹話術みたいなのしたかったそれ難しいのやめようよそう別に無茶ぶりしてないからね、今日ちょっとなんか面白いことできないかなと、はい、はい、ということで本日はですね、ここグッドスマイルカンパニーさんからお届けしたいと思います。それでは今日の質問です。友達がネットショップをやっています。友達は売り上げには波があって、調子がいい時は月50万いくが、悪いと20万くらいしかいかない。あくまで売り上げなので月20万円では苦しい。いつかネットショップだけで生計を立てれるようになりたいと言っています。堀江さんだったらこのネットショップにはどんな改善点があると思いますか？どうかアドバイスをお願いいたしますという質問です。ということで今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日はですねグッドスマイルカンパニーからお届けしておりますが、本日のゲストは代表取締役の秋田則さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやいや、フィギュアが山のように山のように並んでますけど、本当にいろんなところに、ね、ものすごい作ってます。僕ちょっと見てきたんですけど、はい、ものすごい数ですよね、人が結構いますよね。あのね、さっき2人で工場見学をさせてもらったんですけど、工房、工房ね、工場を見学させてもらった。工場は中国にあって、ここはそのプロトタイピングしてるんですよね。プロトタイピングの企画を、プロトタイピングって言うとかっこいいですよね。はい、言ったもの、そのままじゃないですか、ね、でも本当にね、彫刻家さんたちが各々作業をされていて、はい、ね、すごかったです。すごかった、ちゃんと昼間からやってるでしょ。はい、原型師さんが夜型になりがちなんですけど、ね、はい、秋さんは彫刻やってたわけですね。全然ダメです。あ、全然ダメなんですか？全然ダメです。偉そうに言うだけです。今も彫刻はされない、はい、はい、やったら俺の方がうまいぞって言ってるんですけど。ホリエモンチャンネル。じゃあということで、はい、これは質問に答えていくっていうのをずっとやっていくコーナーなんですけど、はいはいはい、まず私の回答からいきたいと思います、はい、私はこう答えました、まあそうだろうね。楽天以外にも今はスマホのフリマサイトとかモールとかたくさんあるんだから、そういうところにもどんどん出品していかないとね。あとは、たくさん買ってくれる顧客に向けた、リピートされる商品のプッシュだよね。地味に営業していかないとダメですよ、というふうに答えました。このサイトを僕拝見したんですけど、はい、すごい丁寧ですよ、はい、商品説明とか、おー、でカテゴライズも結構されてるんですよ、はい、ただそれがねサイトから見えないんですよ、うん、普通に綺麗に並べてるだけで、うん、商品説明のページとかもうブログの1記事ぐらいちゃんとやってるんですよ。おー、そうなんだ、はい、じゃあブログすればええやとか、うん、ちゃんと SNS で発信すればいいじゃないかとか。あ、やってないんだ、うん、あと、なんですかな、女の子向けの可愛いものがきちんと集まってるんですね。はあ。けど女の子向けサイトに見えないんですよ。あ、うん、デザインが。そうなんです、サイトのデザイン。もっとねカテゴリアイズしてお客さんを、うん、ちゃんとお客さんを切り分けて、うん、でそこに対してそこそこロイヤルカスタマーで1個ずつ相手するっていうのを丁寧にすれば、真面目にやってる方なんで、なんか大爆発させるのは大変だと思いますけど、まあ、この売り上げ2、300万ぐらいはいくのかなっていう気がします。これかなり具体的ないいアドバイスが出たんじゃないですかね。いやでもね、ちょっとしたそういうところなんですよね、はい、そうそうそうネットショップ気持ちの問題です、はい、なるほど、ということです。では参考にしてみてください、はい、ということで、あの何か最後にお知らせあれば。お知らせ、はい、はい、我がグッズスマグループにアニメ会社がありまして、はい、アニメ会社もあるんですか？キルラキルっていう作品がね、トリガーっていうチームが作った中の、はい、一番、気高い少女のさつき様、さつき様を、植物少女園っていうですね、はい、ちょっとぶっ飛んだ名前の、はい、ゲッシさんが作ったものを製品化します。お、はい、このバックショットも、はい、僕が言ってると気持ち悪いかもしれないですけど、対決で一応対決してめっちゃ食い込んだ。そうですね、はい、髪の毛の流れも抜群です。それはいつ頃から？もう案内開始、もう間もなく、もうちょっとね、はい、予約が開始されます。はい、予約開始らしいのでチェックしてみてください、はい、ということで本日もありがとうございました。はい、メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。
ええ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